What is music? What is jazz? The answer is here. Wow Wow Jazz File. Tonight, the music comes to you with fun from the original American art form. We bring you the valuable sounds of jazz on video each time. Wow Wow Jazz File. Here now are our program hosts, Mr. Peter Barrican and Ms. Tomoko Imamura. こんばんは、今村智子です。そしておなじみのお相手はこの方です。こんばんは、ピーター・バラカンです。さて、ワウワウジャズファイル7月のシリーズ、今夜から3夜連続でお送りいたします。今夜からは毎年ちょうどこの時期に、スイスで行われていますね、モントルージャズフェスティバルの映像からお送りしたいと思います。ピーターさん、以前この番組でモントルージャズフェスティバル in ジャパンをご紹介したことがありましたよね。そうですね。あれはまあ一種の提携イベントなんですけど、はい、今回は本物のモントルなんですね。以前この番組でモントリオールのジャズフェスティバルの映像を1年ぐらいずっとお送りしてたんですが、ね、今回からはカナダじゃなくてスイスのモントルですね。このモントルフェスティバルは1967年から始まって今年で34回目になりますけど、はい、1回目はね3日間だけの まだ割と小規模のイベントだったんですけど、もう今は2週間ぐらいやりますよね。そうですか。出演者の数もすごいし、またジャンル的にもね多岐にわたってるというか、ジャズだけじゃなくて、ロックからブルースからレゲエから、今回のようなブラジル音楽のようなものももう何でも出てきますね。はい、そうですか。では今回はその豊富なビデオライブラリーの中から本当に夏にぴったりのブラジリアンナイトと題しまして、ブラジルのアーティストにスポットを当ててお送りするんですが、はい、今夜登場するのはどなたなんでしょう。今夜はまずインストルメンタル編で、はい、明日は男性ボーカル、明後日は女性ボーカルというラインナップになってますけど、今回はまず前半はエルメート・パスコアルという人ですね、はい、この人はまずちょっと見てびっくり、というのはね、真っ白な長い髪、真っ白な長いひげ、また楽器もね何回も何回も変わる、時々曲の中でも何回も変わるというような人なんですけど、まあ、一種の振動というか、4歳の時からフルートをまず、習い始めて、はい、7歳からアコーディオン、それからもうどんどんいろんな楽器を学んでいくんですけど、副楽器、鍵盤楽器、打楽器、何でもやる人、で、60年代にねアイルト・モレイラという有名な打楽器奏者と一緒にグループをやってたんですが、はい、1枚だけアルバムを出してからこのグループは解散するんです。でアイルトの方はアメリカに渡って、彼を追っかけるような形でね、このエルメト・パスコアルもアメリカに渡って、マイルズ・デイビスのねライブ・イーヴィルというアルバムで演奏してるんですけど、まあとにかくその後はアメリカとブラジルを行ったり来たりしながら活動を続けるんですね、はい、このモントルジャズフェスティバルに出たのは1979年なんですけど、その出たことによってやはり世界的に大きく注目されることになったんですね。まあ、ちょうどその時の演奏をご覧いただくわけなんですけど、79年のエルメト・パスコアルのグループです。
Thank you.
Stop, stop, stop.
Yeah.
Wow Jazz File。 個性的な方ですね。いや面白かった。ライブ初めて見ましたけどね、なんかこの人、ね、普通の楽器だけじゃなくて例えば、はい、夜間の注ぎ口にリードをつけてサクソフォンのように吹いたりとか、そういうことも平気でやるみたいですよ。いろんなことにチャレンジする方なんです ね。本当のライブ見てみたくなっちゃったね。そうですね、うん、あと外見もねちょっと特徴がありますしね、うん、いやああいう髪の毛だからねちょっと年齢不詳なところがあるんですけど今年で64歳ということになるから、はい、これは79年でしょ、まあ、20年以上前ですからね、まだまだ若かったんですよ。そうですね、ではそんなパスコアルの作品をいくつかご紹介していただけますか。はい、これは77年に発売されたアルバムスレイブズマス奴隷のミサということになりますね、はい、これはあの60年代に一緒だったあのアイルト・モレーラがプロデュースしたアルバム、はい、こちらの方はもっと新しい92年の、アルバムなんですね。これは日本でも発売されています。はい、ありがとうございました。さて後半はどなたが登場するんでしょう。